はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュカードを実際に使ってみて感じたことやメリットやデメリットということで、今回は先日動画にさせていただきました、ビザプリペイドカードのキャッシュですね。まだカードが届いて、まあ3日しか経過してないんですが、実際にですね、僕がこのカードを使ってみて、まあ、感じたことであったりとか、メリットやデメリットについてお伝えをしていこうと思います。ちなみに今からお伝えする内容に関しては、僕が勝手に独断と偏見でお伝えするということもあるので、 そこだけご了承ください。それでは行ってみましょうということで、まず最初はデメリットからお伝えをしていこうと思います。デメリット大きく分けて5つございます。簡単にお伝えしていこうと思うんですが、まず1つ目は、カード決済時方向逆ということですね。まあ、昨日僕がツイッターでつぶやいたんですけども、それを見た方々で,ですね、もう気づいてるかと思うんですが、これどういうことなのか、実際の写真で解説をしたいと思います。 それがこちらなんですけども、まぁパッと見ですね、全然特に違和感ないと思うんですが、下がこれまでのキャッシュですね。で、上がキャッシュの、まあ今回新しく届いたカードということなんですが、よく見ていただいたらわかるように、 下の青のキャッシュに関しては普通の方向というんですかね。まあ普通に見て特に違和感がない方向なんですが、この上のキャッシュに関してはちょっと逆さになってるんですよね。で、なんで逆さにしてるのかと言いますと、実際にカードで決済するときに、方向がこれじゃないと決済ができないんですよ。 で、従来のこの青のキャッシュの場合は、この方向、左の方向でスライドすると。まあ、左上にもちょっとマークがあるので、それ通りにスライドすれば決済ができると。そして、新しく届いたキャッシュカードに関しましては、この方向じゃないとカードで決済ができないんですよね。なので、これですね、本当に実際僕、スーパーとか、ちょっといろんなお店で、まあ、2回ぐらいですね、決済したんですが、やっぱり店員さん間違っちゃうんですよね。なので、ちょっとこれに関しては、慣れるまでちょっと時間かかるかなと思います。 これなんで決済する方向が逆なのかと言いますと、これですね、ま w ツイッターのフォロワーさんであったりとか、結構前の動画とかでも視聴者さんからコメントいただいてたこともあったんですが、 もともと入ってるこの IC チップの方向が逆になってるんですよね。まあこれ僕が持ってる楽天カードのクレジットカード、そしてキャッシュカードと比較してみたらもうすぐわかると思うんですけども、この楽天カードの場合は左側に IC チップがあると、そしてキャッシュカードに関しては右側に IC チップがある。これが理由によってスライドする方向が変わってしまうんですよね。 なので、ちょっと先ほどもお伝えしたように、レジでお会計する際にですね。店員さんが何度かカードスライドしながら、絶対、ハテナマーク浮かぶときって、絶対あると思います。で、多分、これ、今回この動画見た方なら、もうすぐわかると思うんですけども、もし店員さん困ってたら、あ、カード逆かもしれませんよ、っていうのをお伝えして、そしたら、すんなりと決済ができるかと思うので、ぜひですまあ、ちょっとややこしいかもしれないんですが、もし新しいキャッシュ、カードですね、カード決済するときは、ちょっと方向を意識して <laughs>、お買い物するで お願いします以上が一つ目のデメリットについてでした。次二つ目なんですが、3D セキュアなしということで、まあこれはね、前々からお伝えをしてたものではあるんですけども、今回の新しいキャッシュカードに関しても、3D セキュアはございません。まあそもそもですね、この 3D セキュアよく聞くと思うんですけども、なんじやということはあると思うんですよ。でですね、まあちょっと楽天カードの 3D セキュアについての説明があったら、わかりやすかったので、それをそのまま引っ張ってきました。で、この説明ですね、簡単に読むと、本人認証サービス 3D セキュアとはとありまして本人認証サービス 3D セキュアとは インターネットショッピングの際にクレジットカード情報に加えて、会員様自身が設定された本人認証パスワードをご入力いただくことにより、クレジットカード情報の投与による成りすましなどの不正使用を未然に防止するサービスですというものですね。なので、まあ結構ですね、インターネットとかでお買い物するときに結構パスワードを入力することがあったりとか、まあそういったのを経験された方って結構多いと思うんですけども、今回の新しくなったキャッシュカードにもその機能がついてないということなんですよね。 まあこれが付いてないことによってもともとスマホ決済でも楽天ペイとキャッシュを紐付けてた方って結構多かったと思うんですよそれが今だともうすでに楽天ペイには設定する際には 3D セキュアが必ず必要となっているので今新しく届いたキャッシュカードでも設定ができないということとまあもう一つプラスアルファとして D 払いですね D 払いも基本的には 3D セキュアがないといけないカードじゃないと設定ができないので なので、まあ、この二つに関しては、組み合わせ負荷となっておりますので、基本的にね、まあ、スマホ決済今還元率低いとかもうなかったり、通常の還元率なかったりすることもあるんですけども、ちょっとこの二つの組み合わせっていうのができないので、これはお気をつけください。 そしてデメリット3つ目ですか、利用できない場所がありということですね。まあ利用できない場所に関しては元々使ってたキャッシュでももうこれは同じなんですけども、その一例をそのまま公式ページから引っ張ってきました。まず上の部分ですね、月額継続契約の利用料金のお支払いということで、毎月の継続的なお支払いや自動更新手続契約が発生する加盟店などでご利用いただけません。公共料金、電話料金、衛生放送、インターネットプロバイダー、ワイマックスであったりとか、新聞、購読料、保険料、レンタルサーバー、ウォーターサーバー、定額サービス、通信 教育などということでまあ、月額料金に関しては意外と払えたりするものも中にはあるんですけどもまあこれらに関しては払えないということとあとこちらですねガソリンスタンドでのお支払いであったりとか高速道路空港会社の機内販売でのお支払いとかあとホテルであったりとか7個エディ V プリカなどということでまあ、全部が全部使えるというわけではないということですまあ、これはねこれまでのキャッシュでもあったんですがまあ、新しいキャッシュカードに関してはまあ、使えたり使えなかったりする場所もあるのでこれはちょっと気をつけないとい いいけないで,す、ね、で、すねデメリットに関しては残り2つなんですけども、これに関してはまあ僕が感じたというよりか、結構これに関してのコメントがちょくちょく多かったので、一応ピックアップをさせていただきました。まあ4番目ということで、保証なしということで、そうなんですよ。クレジットカードであったりとかすると、もし何かしらのトラブルとかがあったりしたら、いわゆる保証であったりとか、それなりの、あの、 対応してくれるんですけどもキャッシュに関してはそれがないということなんですよねなのでまあちょっとこれが、ね、ネックだなっていうことを結構お声いただいてたので今回4番目に入れましたなのでもし何か起きたときしても自己責任ですよということになりますそして5番目そうですねまぁ、あ、キャッシュカードを作成する上でのこの発行手数料のコメントもちょくちょくいただいてましたね今回の新しいキャッシュカードに関しましては900円の発行手数料かか,かるのでまあこれはちょっとねネックだなっていうコメントをいただいてましたけど僕はね結構 あの好奇心でででカードがが欲欲ししいいいちょっっっっと強かたたのでもうう手数料より早く欲しいなっていう感じだったんですよ、ね、まあこれはあまり参考にならないとは思うんですけども。なのでもしですね、発行される方はこれらのデメリットも踏まえた上で発行するのもいいのかなとは思います。一応先ほどお伝えしたデメリット5つまとめました。カード決済の方向が逆ということ。3D 席はなし。利用できない場所があったりですとか保証がない。そして発行手数料900円ということですので。まあほんとね、これは人それぞれ、まあ先ほどお伝えしたように人それぞれ感じ方が違うので、 まあ少しでもまあ参考になればなと思います。新しいキャッシュカードはですね、デメリットばかりではなくて、全然メリットもあるので、これもしっかりとお伝えします。まず一つ目、県面がシンプルデザインということで、これはですね、本当に以前の動画でもちょっとお伝えしたと思うんですけども、本当に今回のキャッシュカードに関しては、もう本当にシンプルなデザインで、持ち運びがすごくしやすくなったなというイメージです。まあもちろんね、下の青でも僕は嫌いじゃなかったんですけども、結構なんかチープな感じがすごく否めないというか、やっぱこうチープな感じが本当に する印象ではあったんですけども今回新しくなったキャッシュカードに関しては本当にね普通の自分の財布と入れてても全然マジ違和感がないような特に浮かないようなカードなので僕自身はかなり気に入っております次2つ目なんですが タッチ決済が優秀ということで、これもね、少しお伝えしたんですけども、で、実のおまけの部分ですね、これ僕が実際にローソンでタッチ決済をした時なんですが、まあ、優秀です、本当に。このご時世、本当にね、何かにこう触れたりするのもね、なかなか結構ネックなとこあると思うんですが、もう自分のカードを持ってただリーダーにかざすだけ、なおかつですね、このタッチ決済がめちゃくちゃ早いんですよね。びっくりしました。これ、この画面の後に僕もあと1回、2回ぐらい実際にタッチ決済試したんですけども、やっぱり早い 早い,いですね。もうこの立ち決済って、今本当にいろんなクレジットカードとかもすごく対応してきてるので、まだまだこの立ち決済って活躍しそうだなというふうに思い,思いました。そして3つ目、Apple Pay、Google Pay ということで、いや、もうこれも本当にいいですね。まあ実際ね、僕もクイックペイプラスで使えるところでキャッシュも試してるんですけども、 ま、実際、速度で言うと、先ほどのタッチ決済と比較して、若干クイックペイプラスの方が少し遅いかなと。もちろんそのスマートフォンの電波状況によるとは思うので、 決済スピードで言うと、立ち決済の方が早いんですけども、何時間じゃスマホだけで仮をして決済ができるっていうところもかなり魅力的かなと思います。しかもこのクイックペプラスで決済した上で、しっかりと1%の還元も受けることができるので、まあ本当にね、もうスマホだけでも決済できるし、プラスカードだけでもできるっていう、まあキャッシュは本当に柔軟性の高いカードだなという印象ではございます。で、残り4つですね。簡単にお伝えします。これはもう何回も何回もお伝えしてるんですけども、常時還元率1%ということで、 本当にね、どこで使っても1%がもらえるということですね。で、5つ目、クレジットカードと連携可能ということで、もちろんキャッシュ単体でずっと使い続けるも全然ありなんですけども、やっぱりポイントの20ドリ、クレジットカードと、そしてキャッシュのポイント、それぞれダブルで得に取れるので、まあ、これがね、本当にキャッシュの醍醐味じゃないですけども、かなり強みなんじゃないかなと思います。そして6つ目、上限額の設定ということなんですが、これ結構いいなと思いまして、まあ、実際にこの画面見ていただくとわかるんです もうこれね、キャッシュ設定されてる方であれば、もう見たことあると思うんですけども、この真ん中の部分ですね、決済限度額、1回の決済限度額、今30万円ってやってるんですけども、今はね、ちょっと僕、限度額下げてるんですが、例えばね、本当に、もし自分のカードに何かあったりしたらちょっと怖いということであれば、これをかなり低くして、まあ、1万円であったりとか、3万円とかに設定していただいたりとか、あと月の上限もかなり低くしたいなということであれば、今30万円の表示になってるんですけど、もし何かあった時でも未然に防ぐことができるということで ですね。もしもっと未然に防ぎたい場合は、下のカードロックであったりとかオンライン決済。そして今回から新しくなってる海外実店舗決済とか。これをオンオフを簡単に切り替えることができるので、ここはね本当に柔軟性高い機能だなと思いますね。そしてメリットについてまとめました。懸命デザインシンプルタッチ決済が優秀アプリ pay。google Pay 常時還元率1%クレカと連携上限額の設定、この6つについてでした。まあ、そんなこんなで今回は新しくなった。キャッシュカードについて。簡単で ではありましたけどもまとめさせていただきましたこれはね先ほども最初に僕の独断と偏見で勝手につけてるだけなので人によっては全然感じ方は違うのでそこだけご了承くださいまだねほんと届いてまだ3日ぐらいなんですけども <laughs> まだまだこれから本当に愛用してって感じてることってのはちょくちょく出てくるのかなと思いますまあぜひですね実際に今キャッシュカード届いて使ってみてこんなこと思いましたよとかこんな風にこんなところがもっと便利ですよみたいなところがあればそこはぜひコメントなどいただけると嬉しいです一応キャッシュ に関しての公式のリンクも貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたこれ昨日ですねネットでニュースになってておーっとか思ったんですけどもそれこそねさっきのキャッシュのタッチ決済と少し関連するんですがあのコカコーラの自動販売機で 今度からですね、タッチ決済がご利用に、ご利用というか、使えるようになるということなんですよね。まあ一応今出てるように、Visa、マスターカードそして JCB カード、アメリカンエクスプレスということで、この4つのブランドでカードをかざして、なんと、ドアンバイキでジュースが買えるということなんですよね。これいいですよね。それこそね、さっきのキャッシュもね、タッチ決済に、が対応してるので、キャッシュだけでも、 ジュースが買えるということになります。で、一応公式ページとしたら2020年の4月より開始ということでしたので、まだね、本当に全国にコカ・コーラの自動販売機ってたくさんあるので、まあ、徐々に使えてくるのかなと思います。まあ、これはね、ほんとまた対応して実際に僕がタッチ決済したところを、またいつか動画にしたいなと思っております。ということで、ありがとうございました。